よっしゃ、あ、はい、では2年と5ヶ月ぶりに歌っちゃうよ、はい、ライブ、はい、2曲本で、ね、青いベンチと、うん、ラストチャンスと終わったんですけど、歌わせてもらいました、まあ、3曲目はあのこの曲もね、はい、さらにラストチャンスよりちょっと古い曲いこうかなっていう感じなんですけど、しかも一発屋、またこれは、うん、どうですか一発屋というな一発屋だよ一発屋というか一発屋でも売れることはすごいことですよ、まあまあまあ、そうですよで、うん、僕らまたこれもね路上ライブで、路上ライブどころか、うん、高校のね文化祭で、そうだそうだ、でも歌った、だったね、曲ですね、はい、はい、結構あのエッチな曲、ええエッチな曲でもありますよね、まあまあまあ、うん、ちょっとエロス、大人のエロスな感じな、そうです、エッチな曲をいきたいと思いますちょっと違う、うるさ、ほら落ちるからやめても、エッチな曲をいきたいと思います、はい、じゃあ行きましょうか、はい、はい、
ありがとうございます。夏の日の1999さん、ね、はい、これよく考えたらこの間のユージさんがね、はい、ユズのオンラインライブとかユズの限定でね、自分のバースデーライブかな、はい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 、で歌ってましたよ、教えてくれたやつ、ね、そう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 、はいはいはい、あれ懐かしいけど、だけどユズの1999さんはね、うん、聞いたの、 ありがとうございます、ね、うん、夏来ないからね、夏ありがとうございます。あ、やちこさんも来てくれますね、お、ありがとうございます。はるさんもね、こう近すぎるか俺マイクがではそうですね、ね、次の曲を、はい、4曲目ですかね、次ね行こうかなと、そうですね、4曲目で思います。